1926年6月15日14日から風邪をひいたのか目の上から頭へかけて痛い体がボーボーと熱ばみ鼻が詰まって口から息をしなければならないので不愉快でたまらぬ今日は休もう休もうと思いながら出勤した思えば 昔からこの気持ちが自分の気持ちを支配してきたのだった。この負け嫌い。